e スポーツ部や同好会がある高校の数は全国で、2020年は28校だったのが、2023年末には514校と、3年で18倍以上に増え、高校生の e スポーツ全国大会も活況。今回は e スポーツ同好会のある鹿児島県内の高校の中から3校を巡り、e スポーツへの取り組み方や目指していることなどを学生さんや顧問の先生や学校長にいろいろと聞いちゃいます。前回鹿児島情報高校にお邪魔して e スポーツ関連の職業に就くことを夢見る生徒に話を伺いました。そして鹿児島工業高校では一人一台ずつのモニターで真剣に練習する生徒たちに竹野内がインタビュー。カジキ工業高校の e スポーツ同好会に入ってよかったなって思ってる人。おっそう。最初はまずゲームが部活でできると聞いたので、それを聞いて入ろうと思ってみました。なるほど。雰囲気とかどうですか？雰囲気は思ってたのとは違ったけど、まあこれはこれでいいなと思います。ほう、思い描いてたのはどういう雰囲気だったの？まあもうみんな集中してて、まあ俺強くなるぜみたいなのをイメージしてた。入ってみたらどうだった？入ってみたらなんか良かった。それがまた良さでもある。なるほどなるほど。そう、僕はあまり運動が得意じゃないので、まあ、e スポーツだったらちょっとは活躍できるかなと思って入りました。実際どうですか、やってみて？全然ですね。みんなよりも僕若干ヘッドクソなので、いやちょっと役に立てなくて頑張らないとなと思ってます。やっぱりスポーツっていうワードがついてくると、やっぱりそういう競技性も徐々に出てくるわけだ。はい。なるほどなるほど。じゃあ楽しい思いとちょっとこう悔しい思いもあるわけだ。はい、勝つためには練習量が必要となる e スポーツ。家に帰ってからも e スポーツ自宅でやりますよっていう人、半分ぐらいか。帰ってから寝るまでずっと。ずっと。一日トータル何時間ぐらい？わかんないくらいやってる。マジで？部員全員が一目置く日高さんを直撃。日高はどういう存在なの？みんなにとって。マスコット。マスコット的な。すごい。どりで一人だけ座ってる椅子が違うもんね。ふかふかしてるし。みんなでこうやって e スポーツやってどう？楽しい、はい、どういう時がめちゃくちゃ楽しいなって思う？やっぱみんなで同じゲームをパーティーを組んだりしてやってる時が一番楽しいですよ。素晴らしい。どんな仲間たちですか？まあうるさかったりするんですけども、面白い仲間です。顧問は全人口で県内初の e スポーツ同好会を立ち上げた日笠山先生と吉村先生のお二人。先生方からして、こう e スポーツの魅力ってどんなところですか？そうですね、あのゲームというと、まず画面にこう1人でこうハマりがちとか集中しがちなんですけど、すごくこうお互いが声をかけ合ってやっていて、日頃教室で見れないようなこうコミュニケーションが頻繁に取られていたり、で私たちこうゲームだけじゃなくて体験会をいろんな場所でやってるんですけど、そういったところに行ってもいろんな人とこう触れ合うとこ関わり合いを持つことで、コミュニケーション能力もそうですけど、いろんな社会的な能力も上がっていくのかなと。あと大会なんかにも出場したりすると、やっぱりルールとかマナーがあって、結構本当にスポーツのようなマナーがあったりするので、そういったのもすごく勉強になっているのかなというふうには思います。人間的にすごく成長します。もう今も入ったばっかりの先生に2年生、3年生が丁寧に教えてくれて、そういうのがこれから先 この彼らの人生にも役立つんじゃないかなというふうに思う。偶然なんですけどね、e スポーツやってて感じますね。校長先生にも話を聞きました。
本校には鹿児島県の高校e スポーツ界の第一人者といえる指導者がおりますので、その恵まれた環境で専門的なスキルを学んでほしいとともに、大会への参加とか地域への交流を通じて e スポーツが持つ魅力や可能性を広く伝える役割を担うなど、社会に貢献する高校生として成長していくことを期待しています。テレテレビング頑張ると。この後は上園高校生とバトル。県内の高校の e スポーツ同好会をめぐる今回のテゲテゲーミング。最後に訪れるのは鹿屋工業高校。おお、おお、こんにちは。すごい。わあ、すごい。お、大きい画面が。うわあ、楽しいなこの部屋は。2019年12月、鹿屋工業高校e スポーツ同好会が設立。実はこちらの同好会を立ち上げたのは、先ほどの梶木工業高校 e スポーツ同好会の顧問、比嘉佐山先生と吉村先生。もともとは、電気工学同好会という名前でしたが、当時話題となっていた e スポーツを取り入れたそうです。土橋部長に話を聞きました。まあ、各自でそのタイトルとかを自分でもう決めてしてます。全員男子ですね。はい、男子校じゃないんですね。そうですね、共学ですね。だからこの部活、この同好会は、まあ、全員、はい、男子です。全員男子なんだ、はい、40名ほどです。40人。はい、今日は一部だけ来てる感じなんですかね。そうですね、はい。ここで上園歩美 VS 鹿屋工業生ストリートファイター6対決。上園は簡単に技が出せるモードのハンデ付き。初めてプレイする上園にしっかりとレクチャーしてくれました。三角のボタンは、おりゃ、勝利。上園初体験ながらも善戦しました。ここで一斉アンケート。勝つためには練習量が必要となる e スポーツ。1日どのぐらいゲームをしてるか。3時間ぐらいかな。4時間の人、おー、5時間。4人いるよ。それ以上、それ以上。部長、6時間もしたら親が怒るでしょう。怒らないです。なんでするべきことしてますから。するべきこととはズバリ家事です。お手伝いもちゃんとするんだ。家事です。この後は e スポーツの未来。県内の高校の e スポーツ同好会をめぐる今回のテゲテゲーミング。鹿屋工業高校 e スポーツ部顧問の石塚先生に話を聞きました。ここの e スポーツはなんか元々同好会だったところから部活動になってっていう形で引き継がれてるんですよね。はい、私の時にも部活動に、はい、変わりました。どうですか、前任の方からこう引き継いでよりちょっとプレッシャーというか期待されてる部分あるんじゃないですか。そうですね、県で初めての部活動になって、で、まあ、大会の成績だったりとかもなんですけど、やっぱり地域の方々ともうコミュニケートを取れる場として、まあ、活動していきたいなというのもあって、まあ、そういう活動もしているところです。機材がたくさんありますけど、あそこの方は OB の方から寄付をいただいて、で、ストリートファイター6とかの、スイッチとか、ニンテンドースイッチとかプレステ5なんかは、まあ学校からの部活動の予算をいただいてそれで購入したりしています。
大会での上位入賞だったりとか、まあ、個人的にこういろんな大会での位置を取るとかっていうこともなんですけど、地域の方々とのコミュニケートの場だったり、あとは中学生とか小学生の子たちとの、触れ合いの場になるような部活をしていきたいなと思っているところです。いろんなことができてくるし、そういった理解をしてくださることが増えてきたので、先は明るいなというふうに思います。すごく楽しみに子どもたちもしてくれているので、将来の道がたくさん開けてきているなというふうに思います。いや、本当に明るい未来ですね、はい、校長先生に話を聞きました。課題研究なんかでも今ゲームの制作とかそういうのに取り組んでいるようです、まあ、それも生徒募集につなげるようにしてるんですけれど、まあ、そんなことがあるので、やっぱりそれがですね、e スポーツからそういうプログラミングの方に、行ってもらえるかなと。ゲーム業界だとか、はい、プログラミング業界で活躍する生徒さんも出てくるんじゃないですか、はいはい、そうなればですね、本当一番いいんですけどね、なかなかやっぱりこういうのは難しいところがあるのでですね、はい、まあ、だけどやっぱり夢を持って取り組んでもらえればなというふうには思います。将来なんかゲーム関係の仕事に就こうとか関連の仕事に就こうと思ってる人。 CG クリエイターです。キャラクターのデザインとか波動拳とかそういうエフェクトとかの作る仕事になります。ゲームに関する仕事に就きたいなと思っています。なんかとてもゲームが好きなので、それに何でもいいか関われたらいいなと思っています。テゲテゲーミング。今回は高校を中心にこの e スポーツのゲームの魅力だったりお話を聞いたんですけど、まあ、この若い世代からこのゲームを競技として頑張って夢ができて目標ができて、もしかしたらこれから鹿児島出身のプロゲーマーとか、まあ、ゲームプログラマーが出てくるって思うと、いやー、これからの e スポーツ業界、鹿児島の未来は明るいですね。 e スポーツに青春をかける高校生をテゲテゲーミングは応援します。出演いただいた皆さんありがとうございました。2018年10月に放送を開始してから5年半、ゲーム・エンタメ情報を遊びながらゆるーくお届けしてきたテゲテゲーミングも本日で最終回を迎えました。これまで番組にご協力いただいた皆さん、番組を楽しみにしてくれていた皆さん、本当にありがとうございました。